度近隣住民、移転反対、その理由は地下鉄延伸。日ハムどこにも行かないで札幌ドームの周辺住民市長に移転反対。北海道日本ハムが新球場を建設し札幌ドームから本拠地を移す構想をめぐり、地下鉄東方線建設促進規制会連合会は日本ハムの移転に反対する考えを札幌市の秋元克弘市長に伝えた。連合会はドーム最寄りの東方線福住駅から清田区方面への地下鉄延伸を求めている。日本ハムが本拠地を移転したら地下鉄の利用者が大幅に減って延伸が遠のくと訴えた。秋元市長は多額の費用をかけて作った市民の財産を有効活用するにはドームに残ってもらうのが一番だが、日本ハムが球団経営として移転を検討をすることは理解できると述べるにとどまった。みんな自分のことしか考えてない。札幌市は悪代官やな。官が商売に手を出しちゃいかんという見本。さっぱり市長にさっぱり市民いいコンビ。札度目当てで付近に家を買った住民様。高い税金を払い続けてね。札幌市民もゾンビで草市税使えばいいじゃん。札幌市反省しながら北広市に合併を申し込む。北広島市を札幌市の領土にするのっとり目的やぞ。北広島市議会ダメです。反対しているお前らが選んだ代議士やんけ。札度周辺飲食店が日ハムがいなくなったせいで売り上げが激減した。俺たちの儲けのためにまた戻って奴隷契約しろ違約みたいなことインタビューで答えてたからな。地下鉄利用客がなくなるから行かないで行って。地下鉄は札幌市営か。東方線だけ黒字だったからね。ホテルもバスも集まってきたね。結局は需要が生まれたら供給はいつか追いつくのが商売なんやろな。北広島に駅を作れば解決だよな。むしろ東方線を北広島まで延伸する口実になった感。エスコンの立地だと東西線を延伸じゃないかな。東方線を大曲まで延伸して北広島駅大曲間の交通網を整えたら需要はありそうだけどね。初めて日本一になった時に札幌市民の心をつかめたと思うのでその時が延伸のチャンスだったと思う。今は日ハムが去って人材不足に資材高騰札幌の人口も右肩下がりになりつつあるので延伸は難しい。地下鉄を作るのやめて。地下鉄作った京都府は赤字で倒産危機です。移転反対したところで赤字だから残ったところで共倒れになっただけやん。今年度からは黒字だから心配しなくても大丈夫だ。一企業の問題を行政が噛みついて阻止って傲慢極まりない。どんだけ赤字を叩き出しても税金で補填で解決するんだろうね。地下鉄目的とはいえ移転反対意見が出ても札度側は芝も使用料も変える気なかったってマジで終わっとるわ。まあ地元民に日ハム愛がほぼなかったって分かったから日ハムも心置きなく出ていけたのかもしれんな。まあ自己都合を押し付けるのはどいつもこいつも同じってことだ。だから日ハムが自己都合で出て行っても文句言えんわな。日ハムは過払い金請求してもいいと思う。日ハムは義理は果たしたよ。一部の某サポーターと市民が頭おかしいだけで。まあなるべくしてなった結果ってことか。もう後の祭りです。札幌市側も冬季オリンピックが中止になり都市計画の全てが狂って途方に暮れているところだろうな。オリンピック選手用の団地を市営住宅にする予定だったそうだし、選手団用に建物建てて終わったら売り出したり市営団地にしたりするのは、オリンピックとかワールドカップの開催地ではよく聞く話だしそうしたかったんだろうな。当時はこういう意見だったな。今となっては北広島移転正解だったよな。マジで北広島にいろいろ建てることになってて草。札幌という街を見限るという選択に至ったのほんと草。結果北広島大正解。JR 沿線の方が運搬力高い。ナイター終了後 JR は臨時電車を走らせてくれる。シャトルバスも同じく走らせてくれる。ドームは地下鉄はホームに乗客積み残しで時刻表に合わせて終電と聞く。頼みの綱のコンサドーレは今日も変わらず再開を維持。J2 落ちまったなし。札度での感染は双眼鏡持参だったけどエスコンはどこから見ても肉眼で見えるんだわ。さあ札度近隣住民の地下鉄延伸のための残留希望というなんとも理不尽な理由での移転反対でしたが、周囲の雑音を気にせず移転したことが球団にとってもファンにとっても大正解と言えるのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。